られし闇,を語る者闇に握られられ見い鬼となる今20代後半の A ちゃんから聞いた話なんですけど A ちゃんが20歳ぐらいの時に友達6人男女三三で心霊スポット行ったっていうんですよ。 で夜の12時ぐらいに車を走らせてそっちに向かったんですけどでその心霊スポットっていうのはもう林を抜けてった先にある旅館の心霊スポットなんですで男女さんさんで歩いていくわけですよ。い怖いね怖いねなんて言いながら楽しみだねなんて言って。でも夜の12時でまた、あ、誰もいなくてあもうそれも雰囲気もあって面白いわけです。 騒ぎながらそのまま廃旅館に向かっていくんですけどその間に A ちゃんたち女の子3人は自撮りをしたんです。まあ、SNS にあげようぜって話になって3人で自撮りを何枚かパッ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 と撮ったんですよ。で A ちゃんさん3人そのままその写真確認してると「あれ?」ってなったんです。そのの写真の1枚が 明らかかにおかしいんですよまあ何がおかしいかっていうと他の写真は全部その A ちゃんたち3人が写ってて後ろには木がわーって生い茂ってるですけど一枚だけ明らかに屋内なんです畳が敷かれてて白い壁でなんか木の柱みたいなものが見える。そこで 3人ピースしてて写写ってるる真があるんですどう考えてもここに今いる背景じゃないんですよ。でそれを他の友達の男3人が見た時にそのうちの1人が「この背景ってさもしかして今から行く旅館の中の写真なんじゃないか」 そういういうに言われたらみんなな怖くなっっててしまってあも,うもういいもう,もう帰ろう帰ろうって言って6人帰ったっていうんですよ。で車に乗り込んでそのまま6人のうちに向かうんですけどみんな怖がっちゃってまだちょっとみんなでいいよって話になったんですね。で夜の2時ぐらいにカラオケボックスに入ってその6人歌い出すんです。 で何十かしていくと、まあ、また場も盛り上がってきて、まあ、その怖かった体験もちょっと忘れかけてたんです。あーなんか楽しいねわーってそのままカラオケ歌ってる時に曲と曲の間いきなりスピーカーから男の声で「死にたい」 その部屋に響いたんですえ今誰か何か言ったとマイク誰も持ってないんですよそこでまた怖くなってしまってもういいもう怖い怖いもう出よう出ようって言って夜の三時ぐらいにそのカラオケボックス出たんですでそれからもうまだ暗いしちょっと帰りたくないよね人になりたくないよねってことで六人近くの 公園を少し大喜利の公園なんですけどその公園を散歩すすることにしたんです、まあ、なんか今日さも変なことばっかり起きるようなもう何だったんだやっぱ行かなきゃよかったよな心霊スポットなんてって言いながら歩いていくと先頭を歩いてる男友達が「おいあれ見ろよ。なんかあるよな」 指さした先に木があるんですけどそこに何かあるんです恐る恐る近づいてみるとその木に首をつっったた遺体ががぶら下てもうそこでうわーってなって逃げ出したんですけどまあこれはすぐに警察に言わなきゃいけないってことで百1番してまもなく。 警察がやってきてでそれから事情聴取が始まってって形になったんですけど後から聞いたところによるとその死亡推定時刻っていうのが2時半から3時の間だったっていうんですもしかしたらそのカラオケボックスで聞いた男の声っていうのはその男の声気持ち だったんじゃないかなんですけどその心霊スポットカラオケーボックス首吊りの遺体っていうのはパッと見じゃ全くリンクしないんですよで最後にその A ちゃん言うんですよね「本当にその日もう嫌なことばっかで、まあ、こんなことってやっぱあるんですかね?」。ありがとうございます。